はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回スーパードラゴンボールヒーローズの強敵たちセカンドステージやっていこうかなと思うんですけども、悟空手に入ったんで使っていこうかなと思います。一旦アタックディフェンス幅上昇の中確率改進で、まあ、ざっくりこんな感じです。で、一桁段数によって追加効果が変わってくるっていう風な印象、ここは必ず取りたいね。はい、であとはこいつですね、こいつはねデバフ持ちなんですけど、こいつ相手の HP 管理によって HP によって変わってくるっていう風な感じだと思ってもらっていいです。相手の HP 次第でアタックが上がるという風な感じですね。まあ、使いづらい面はあるかなと思います。うん、まあとどめ刺すようにやっていきましょう。左から、無凸1凸1凸1凸2凸1凸2です。並びはちょっと悪いか。おお、爆弾ね。9個取っちゃおう。これでどう、気玉変換で爆弾消えたりしねえかな。さあ最初1232万、虹ですね。これは虹悟空、火力ある。これトランクスまで回ってくるかな。わかんねえ。多分ねこれ7ステージぐらいあるんだよね。まあどれほどの難易度か見せてもらうか。言うて結構高難易度だと思うけど、順番ロックされていく。でリンクは結構つながるんで、こんな感じですね。リンクはつながっていくと、これって攻撃するたびに上がったりしない？それはないか。うん、まあでも7個取れたら取りたいけどな。全然取られへんや。5個か。まあ5個は取らなきゃいけない、最低限。じゃあ次さ、あでも黒いのやつってさ、おおめっちゃ食らう、意外と穴取れんじゃん。黒いのやつってさ、相手とどめ刺すまで、とどめ刺したら上がるやんか。で HP 管理でダメージカットつけやんか。ってことは守りやすいやん。せやんな。だからここでトランクスが下手な火力出さんかったらええだけの話やもんね。出しちゃうんだよね。萌えで。おーい、会心出すね。絶対会心出すね。これ、フリじゃないからな。なんでやねん。黒井さん、ハート様ね。で、今、こんな感じ。10万か、黒い。黒い10万か。きついな。うわー、これはきついぞ。3個は絶対取りたい。で、どうしよう。黒井さん、でも、打った後に上がるタイプだから、ミスったな。あ、全が働いてくれた。70% だったかな、全が。黒井さん頼りにしてるわよ。だからここで削って次のターンで黒井さんで倒すっていうのが一番いいかもしれない。倒せれたらの話だけどね。でこれで 2.5 ゲージ。攻撃時じゃないもんね、ターゲットしてる敵だから。79万。おーい、あーでも食らう。結構痛い。もう一発ない。汚いって言おうとしとった。一応フルマックス取ってもらおう。じゃあ黒井さん輝いてよ。相手ハート様だから輝いてもらわな困る。
さあ990万、これ追撃あったら1000万いくね。ただ倒しちゃう、倒しはせん。オッケー、1000万いった。無凸でも1000万いくね。はい、オッケー、次かかってこんかい。これ有利属性だからいけるんちゃう。でしかも8個取れるもんね。 HP がでも低いんよな。うん、 HP が気になる問題。おーい、これワンチャン黒井さんで倒せん。その前に倒しちゃうけ。いや分からんな。あ、倒しちゃう。黒井ちゃん、黒井ちゃんちゃうわ。黒井さん98万、98万、98万だった今。ちょっと見えんかった。黒井さんでも倒したからステータスアップがつきますと。ナイス黒井さん。黒井さんって何や。これ取って、で5個8個、これでどう。一応全画もつくと。ただ侮れんな、ちょっと怖いな。これで5ステージ目、4ステージ目くらいだよ。黒井さん先制で守れるから、ダメージカット率がすごいから。990万、いいよ。中確率回心が意外と地味に、高確率だったらでかいな。6周年と一緒で一発しか打たなかったんやけど。1322万、トランクスゼノと相性いいんだよね意外と。1415万、叩き切る、倒せる、倒せる。ってことは黒井さん次戦闘じゃない方がいいね。さあ侮れませんよ。次何属性、地属性と何、地属性で今のステータスこんな感じだ。あ、黒井さん上がってるわ。黒井さんってないの。マジで言ってる。334個って。え、ちょっと待って、これどうしよう。打って敵の HP 減らして、あ、演出見るの忘れとった。でこれで黒井さんダメージカットつくと思うんで、いやでも後半3回きついな。ちょっとこれさすがにアイテム使おうか、お化け使おうか。でこれ何でもいいから、うちのそう、トランクスでのが上げれてないから12万しかないんですよ。それはさすがに怖いんで。476万、まだ HP が減り足りんね。あ、でも硬いわこのステージ。いやでも黒井さん活躍のためにも一体を残しておきたい。いいよ、めっちゃ減らしたな。黒井さん使いづれえな、そう思うと。ピッピッ。さあここからですね、アクティブちょっと打っとくか。ごめんこれスキップしちゃったけど、ちょっと見たいわさすがに。かっこいい、なんじゃこりゃ。
かっこいいやん。これてまうやろ。でこれで アタックが上がるから、今素のステータスこんな感じか。44万、あ44万あるんや。えでもこれアクティブって上がる？ディフェンスちょっと上がるね。あー強いなー、そう思うと僕ね、思いまへん。95万、会心出していく。そんなに出さんでいいけど出していく。まあまあこれだったら倒しきらんのんちゃう。せい、さあごっそり減らしていく。でも黒井さんやっぱ使いづらいな、そう思うと。倒していく。あまだステージあった。ドミグラさん、あなたっすか。ちょっとこれ怖いね。どれぐらい食らうんだろう。20万、4、5、5個は取れる。ドミグラさんの機嫌次第ちゃう。ドミグラさんがどんなものか。打ってきていいよ、打ってきてくれた方が安心する。打ってこず、打ってこずか。意外と強いぞこいつ。打ってこずか。476万。いや使いづらいなこいつHP 管理っていうのが。あでも守れる。キーソードブレイカー、キーブレードちゃうよ。おまけで一発。あどうしよう、次ちょっとお化け使ってもいいかもな。お化け使うか、さすがに使います。ビジクス移動させます。そこまで火力は出してほしくないんで、今現状でね。これでいきます。タップしません。でさすがにちょっと黒井さん活躍してほしいから4割でしょ、多分これで4割はいくと思うんだよ。いくぞ。あこれ確定回信なんだよね。まあキラマス少なく取ったから火力落ちますね、やっぱり。無凸でも、無凸でもっていうか火力減りを感じるね。800万か。もうええで、あと黒井さんに頑張ってもらうから。黒井さん多分バカみたいに火力出るよ。まあこれで4割以下でしょ。安定性がないな、そう思うと。よしよし、 OK 来たよ黒井さん、出番よこっから。とりあえず今までダメージカットが攻撃するまでは 30% カットプラス、元のダメージカット 40% があるから 70% カットがあるから、まあ大丈夫ちゃうかな。黒井さん活躍の場を与えたんだからね。うーわこれどうしよう。頼むわよ、火力を見せてちょんまげ。おお1182万。出るね。1296万、出るやん。使いづらいけど
まあ、てな感じでいかがだったでしょうか。まあ悟空は強いね。黒井さんはね、黒井さんって人の名前みたいやろ。ちょっと使いづらい印象はある。うん、ちょっと使いづらい。だからそこがちょっと難点かな。使いづらいな、めっちゃ使いづらい。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。よかったらね、高評価のボタンもよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。